どうも、寺子です。ウマ娘やろウマ娘プリティダービー、ものすげえいいらしいんだ。ものすげえね、男性にね刺さるらしいんですよ、このゲーム。で、自分のいいんじゃん、自分のね、なんていうか、視聴者層は女性 1.1% ですから、もう全然やっていいわけよ。このアプリは基本無料で遊びます。サイゲームス、ウマ娘プリティダービー。これ声もバッチリ入るな、すごいね。いいかもしれない、これすごい音がガシガシ入るわ。同意する。これめちゃくちゃ面白そうじゃない。ゲームセンターにサインを OK にすっか。アーカー後でする。 OK。 いや面白いらしいんですよこれ。3.2GB。止まった。マンゴーを食おうとしているところで止まった。マンゴーですよね、間違いなく。 100% おお、食べた。ウマ娘、彼女たちは走るために生まれてきた。時に数奇で時に輝かしい歴史を持つ別世界の名前と共に生まれ、その魂を受け継いで走る。それが彼女たちの運命。この世界に生きるウマ娘の未来のレース結果はまだ誰にもわからない。彼女たちは走り続ける。瞳の先にあるゴールだけを目指して。これ面白いのかな。面白いはずなんだよ。面白くなかったら切るけど。新人トレーナーさん、こちらですよ。東京レース場は今日も賑わっていますね。うっかりはぐれないよう気をつけましょう。では改めまして、ご案内を担当いたします、トレセン学園理事長秘書の早川たずなです。早川たずな、ヒロインか。将来有望な新人トレーナーさんとこうしてお会いできて光栄です。もうすでに。では早速学園案内。これまずはこれから始まるレースをご一緒にご覧ください。やばいな、これはすごいな。服と目が同じ緑。ほら聞こえますか、この大歓声。世界中の人々が愛してやまないウマ娘たちが競い合うレース。これね、結局あなたの担当ウマ娘と共に目指す夢の舞台、レース開幕のファンファーレですよ。これで叩かれんだろうなポリコレ棒で叩かれる案件に入りそう。上から見よう。春うららがある すごい。まあ有名どころっていうことかな。行きます。まだよく分かってない。URA ファイナル決勝、最初に一番
がる東京レース場、カーフも絶好の両馬場になりました。名勝負になる舞台はこれやば、人気と実力を兼ねた東海帝王、今日は3番人気です。やば、サイゲームスやば。2番人気はこの子、サイレンス鈴鹿。スタンドに押しかけたファンの期待を一身に背負って、1番人気スペシャルウィーク。気合十分、いい顔してますね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。今スタートが切られました。各馬娘揃ってきれいにスタートを切りました。これ今映してる画面は注目しましょう。期待通りの結果を出せるか、1番人気スペシャルウィーク。 iPhone8 プラスなんですよ。で、他の iPhone だとどうなるかとかもちょっと試していこうかなと思います。場合によってはこれ iPad Pro とかでやった方が見栄えがいいかもしれない。ちょっと比べながらやった方がいい。何をメインに馬娘をやるか。これは細かいな。全員押せるわ。全員押せる。いやー、こいつらに金使うわ。そしてそのうちからいたのは成田ブライアン、一番審査紫の子かわいい。紫の子少し後ろからスーパークリーク、あとは松金福来たる後方2番手にゴールドシップ、ポツンと1人春うらら、グラスワンダー先頭進みますが、ポツンと1人春うらら持っているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが、でしょうね。4コーナーへ、まだ先頭は動かない。このまま直線での争いになるのか。大です。最後成田ブライアンでしょ、普通に勝つのは。スペシャルウィークなんだ。スペシャルウィーク、このまま押し切れるか。サイレンス鈴鹿、首下がる。100を通過、これはすごい。先頭はスペシャルウィーク、変わらない。先頭は終わりか。スペシャルウィーク、勝ったのはスペシャルウィーク。スペシャルウィーク、最後意地を見せて栄冠を手にしました。かわいい、なにこれ。素晴らしいレースでしたね。私もとっても胸が熱くなりました。はぁ、レースが終わりましたら次はウィニングライブの時間です。うんうん、ならしいね。これがないとダメらしい。勝利を手にした馬娘と応援してきたファンが喜びを分かち合う場所、ウィニングライブ。うん、一着の座を手にした子だけが立てるセンターはみんなが目指す目標です。はい。特別なレースに勝利したり偉大な功績を残したりしなければ歌えない曲だってありますから。へえ。見ている私たちの感慨もひとしおです。ほほ。それにライブを見てその馬娘のファンになる方も多くいます。なるほどね。馬娘たちにとってウィニングライブは欠かすことのできない要素ということですね。金じゃら案件だな。では早速今度はステージで輝く馬娘たちを見に行きましょう。あ、で、こうよ横になるんだ。横、縦と横。あら、これどうしようかな。縦と横か。どうなるのこれ。縦の後に横か。まあしょうがないよねこれは。スペシャルウィーク。もっと掴めるグロリー、一番目指してレッチャレンジ、加速してゆこう。勝利の女神も夢中にさせるよ。スペシャルな明日へつながるメイクデビュー。響けばこれは伝説が始まったな。君だけの道
すごいぞ。すごいな、綺麗だ、綺麗な画面や。改めまして、ようこそトレーナーさん。ここが日本ウマ娘トレーニングセンター学園。レースの世界を夢見る子たちが集う日本最高峰のウマ娘養成機関です。秋川理事長、びっくりしたじゃないですか。キャラデザやば。将来有望なトレーナーの登場につい気が流行ってしまった。改めて、私はこの学園の理事長、秋川だ。よろしく頼むぞ、新人トレーナーくん。まずはぜひ君のことを教えてほしい。あとで変えられるかな。トレーナー、君はこれよりトレセン学園の一員だ。はい、担当ウマ娘と共に彼女たちの夢を叶えるため、ぜひその島を振ってくれ。いや好き。学園のウマ娘たちが志しているのは、レースを走る子たちにとって最高の舞台、トゥインクルシリーズでの活躍です。うん、君はトレーナーとして担当馬娘を教え、導き、支えてやってほしい。秋川理事長いいね。以上、その胸のトレーナーバッジに恥じない働きを期待しているぞ。気合入ってんな、マジで。実践研修に参りましょう、トレーナーさん。まずは二人三脚で歩むことになる担当馬娘に会いに行きましょう。担当する馬娘のことを育成馬娘と呼びます。育成馬娘を入手していないと馬娘を育成することができないので、注意してくださいね。このガチャでは育成馬娘と出会うことができますよ。このガチャではもうガチャ行ってまってるわ。ではプリティダービーガチャ。ああいいね、もう早速引かせてくれるのありがてえわ。もう一発で終わります。うわ何これ。うっそ、おーいいいいね、演出めっちゃやばいな。あ、なるほど、そういうパターン。ダイワースカーレット、もうこれ別にリセマラしないんでこれでいいです。ウォッカハルウララかわいいな。ゴールドス、サポートカードガチャについても説明しますね。ガチャを切り替えてみましょう。こちらのサポートカードガチャからはサポートカードを入手できます。うんうん、サポートカードとは担当ウマ娘の育成を手助けしてくれるカードのことです。うんうん、サポートカードを編成することでトレセン学園にいる仲間たちが担当ウマ娘の成長を手助けしてくれますよ。はい、サポートカードガチャを引いてみましょう。まあ、サポートガチャを引いて終わりかな今回。でんでんでん、最後に来るからね、でかいやつが。
やーこの辺最初だから飛ばさない方が良かったかな。これ気流読めない、気流院葵 SSR。サポートカードが揃いましたね。ではいよいよあなたと担当ウマ娘の日々をスタートさせに行きましょう。ここはトレセン学園のエントランス、ホームと呼ばれている場所です。ホームからトレセン学園にあるさまざまなところへアクセスできますよ。いちいち可愛いな。担当ウマ娘を育成するにはこちらから始めることができます。育成いい。まずは馬娘育成の下準備です、うん、プレイするシナリオを選びましょう。できるか。次に担当する馬娘を選びました。今回は研修中なので、次もう選べないな、これしかないんだ。さらに育成の準備を進めていきます。一度三女神様の像の前に行きましょう。三女神様の像。トレーナーさん、三女神様の像についてはご存知ですか？三女神様、ウマ娘たちの始祖という言い伝えも残っていますね。ウマ娘たちを常に見守り導いてくださる神々だとも言われています。三女神なんだろうね。三女神って伝統的にトレセン学園の生徒たちはこの女神像の前で思いを託すそうです。夢のために走り抜けた奇跡、その中で描いた思いを像に託し、これから走り始める子たちは像の前でその思いを受け取り、時に力に変えます。ウマ娘たちの間で連綿と紡がれる思いの継承、神秘的ですよね。育成ウマ娘へ思いを託してくれるウマ娘のことを、育成を完了して殿堂入りウマ娘として登録されることで継承ウマ娘として選ぶことができるようになります。継承ウマ娘を選んでみましょう。継承ウマ娘、継承ウマ娘の持つ思い、因子によって能力アップやスキルヒント獲得など様々な恩恵が受けられます。なんかデリケートなところに入ってないか。継承元として選んでも馬娘がいなくなることはありませんから安心してくださいね。なんかすげえ面白そう。二人目の継承馬娘を選びましょう。慣れるまでは便利なお任せ編成も活用してみてください。お任せ編成でいいんだ。なお継承には育成ウマ娘と継承ウマ娘二人の関係性から決まる相性があります。相性が良いとちょっとだけいいことが起こりやすいと言われていますよ。バフがかかるんだな。バフが組み合わせの参考程度に覚えておくと良いかもしれません。なるほどね。担当ウマ娘の育成を手助けしてくれるサポートカードの編成を行いましょう。編成したサポートカードのキャラクターが育成中に登場したり、スキルが獲得できたり、カードごとに様々な効果がありますよ。なお、育成対象と同じウマ娘のサポートカードは編成できないので、ご注意くださいね。よくわかんないな。任せ編成、育成開始、育成開始。私は馬娘を心より愛するトレセン学園の理事長として有料、おのおのが輝く個性を発揮しきれぬ
この現状を非常に憂えている。そこで提案、私は新レースの開催を企画する。新レースですか？皇帝、みんなが志すトゥインクルシリーズ、その先に全ての距離、全てのコースを用意した新たな大レースを作るのだ。その名も URAファイナルズ。URAファイナルズ。さあ立つな、忙しくなるぞ。早速この大ニュースを伝える。これ左腕の左腕の指の角度とかいいね。承知しました。手配します。目線もいいね、目線も。新設 URA ファイナルズ。継承完了。あ、なるほどね。目標まで2ターン。ジュニア級メイクデビューに疾走スタート。ウマ娘にはそれぞれ異なった目標があります。こちらは育成を進めていく上でのコマンドです。コマンドを一つ実行するとターンを消費します。2ターンしかないのか。まずはトレーニングを選んで、こちらがトレーニングの種類です。それぞれ試しにスピードやってやるわ。見事、順調にトレーニングできているようだな。理事長、様子を見に来たのだが、立派にウマ娘を支えられているな。キャラ立ってんな。この調子で担当ウマ娘をどんどん成長させてあげましょう。スペシャルウィークが一応ヒロインなのか。次に育成ウマ娘、まずは先ほどこちらの失敗率、残り体力が少ないほどトレーニングに失敗すると、では一度戻ってみます。体力が減っている時に、あら、さあうむ、贈呈。お、まずこちらのスキルを選び、次に覚える。今回はこちらのスキルをし、たくさんな。スキルはレースに勝つための大切な要素です。スキルコマンドはターンを消費しませんので、こまめに習得させてあげましょう。同意。手に入れたスキルポイントも使わなければ宝の持ち腐れだ。ぜひウマ娘の能力や出走するレースに合ったスキルを選んでやってくれ。では戻りましょう。これで準備は整いました。レースに出走しましょう。出走できるレースがある場合、リストに表示されますよ。今回は
こちらのレースに出走しましょう。よし、行け。よくわからんけど、いよいよダイワスカーレットのメイクデビュー出走だ。うんうん、よし。あたしが一番。あ、いいね。ここはパドックと言います。レース出走前に馬娘たちが登場し、ファンに向けてアピールをしていますね。注目。パドックでは出走直前に様々なことが確認できるぞ。詳しくは手綱、説明を頼む。お任せください。パドックではレースに出走する馬娘の能力や人気などが確認できますよ。うんうん、まずは予想印について説明しますね。印は二重丸、丸、黒三角、白三角の順で高い評価を表します。うん、3つの印は専門家たちの予想を示し、人気はファンの方たちみんなの予想になります。うん、能力ややる気が高ければ高いほど期待が集まり、ウマ娘の人気は高くなりやすいですよ。うん、もちろん必ず勝てるというわけではありませんが、やはり人気が高いほどいい結果は期待できますよ。またパドックでのウマ娘の作戦を変更することもできますよ。うんうん、作戦はウマ娘の得意なものを選ぶと良いでしょう。うん、これで準備は整いました。さあいよいよレース出走です。よし、これはやっぱドキドキするな。一番人気勝ったな。これ負けねえだろ、絶対負けねえ。行くわよ。まあこれがチュートリアルだから負けるわけがない。晴れ渡る空の下行われる京都レース場芝2000メイクデビュー、9人の馬娘たちが挑みます。3番人気には7番、2番人気を紹介しましょう。5番、さあ今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない。1番人気ダイワスカーレット。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。ダイワスカーレットだけキャラが立ってるな。出走の準備が整いました。スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは5番ダイワスカーレット、4番、期待通りの結果を出せるか。もう余裕じゃん。先頭集団を見ていきましょう。先頭は8番三振で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは5番、それを見るようにダイワスターレット外を回って4番、ここまでが先頭集団。これ最高じゃん。そして2コーナーへ向かっていきます。何、最高じゃんこれ。さあ花に立ってのは8番、最高すぎないか。このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手はダイワスターレット。よう作ったわ。一番審査5番、それを見るように4番、外を回ります。9番、少し離れて。なんで誰今だかつてこれ作ってなかったんだろう。それを見るように6番、2コーナー回って向こう正面。先頭は依然8番、2馬身リード。続きましたダイワスターレット、外で5番、4番手、大きく離れて9番、差がなく2番、1馬身差7番、そしてその内を回って1番、そしてその外から行ったのは6番。8番、先頭を進みますが、これは正解でしょうか。8番、彼女の客室には合っていますね。おい、現在1番では8番、続いてダイワスターレット、その後ろに5番、少し後ろから4番、3マシン離れて9番、そして2番、外で7番、少し離れて1番、あとは6番。意気揚々と先頭行きます。8番、どうでしょうこの展開。馬場状態を確認しながら走っている感じですね。まだ本気ではないですよ。まもなく第4コーナーカーブ、ここからスパート、一気にレースが動きます。負ける、負けるパターンある。負けるなよ本当に。チュートリアルぐらいは勝ってくれ、頼む。チュートリアルは勝ってくれ、頼む。よした、いいね。強い強い。先頭はいてダイワスカーレット、後ろを突き放してダイワスカーレットゴールイン。圧巻の走りでレースを制したダイワスカーレット、見事に制しました。2着は、これは気持ちがいい。8番、ちゃんと見てたでしょうね、私の走り。なるほどね。いやー、お金かけるなこれは。
これお金かけちゃうな。レース後本来ウィニングライブが行われるのですが、今回も研修中なので割愛させていただきますね。なるほど、ウィニングライブを見たければ金をかけろと。頑張ってください。育成お疲れ様でした。スキルポイントが残っている場合は使い忘れにご注意くださいね。使い忘れ。育成はこれにて終了です。なお研修は短かったですが、本来の育成期間は3年間です。3年間、きたー、これか。担当馬娘との日々を大切に過ごしてくださいね。はあ、なるほどね。育成完了した馬娘は一定の基準で評価された後、殿堂入り馬娘として登録されます。最高ランクを目指して頑張ってください。いや、これお金いくらあっても足りなくないか。育成が完了した馬娘は因子を獲得することがあります。継承馬娘として選ぶことで新たな馬娘への思いをつなぎ、こちらの因子を引き継げますよ。一応お礼言っておくわ。どうも。お疲れ様でした。研修は以上です。他に不明な点や疑問などございましたら、 i ボタンから見られる Tips やヘルプをご確認くださいね。さて、これハマるわ。これからは担当馬娘と二人三脚でトレーニングや学園での日々を過ごし、トゥインクルシリーズのレースに挑戦、そして馬娘たちの夢を叶えてあげてください。トレーナーさんと馬娘のご活躍、私も楽しみにしておりますね。負け出したら楽しくなるんだろうな。育成馬娘やサポートカードの強化、育成完了後の殿堂入り馬娘たちはこちらで管理できます。手に入れた馬娘やサポートカードをこちらで強化してから育成を始めるとより良い結果が得られますよ。うん、なるほどね。なお強化素材は主にレースで獲得することができます。なるほど。
殿堂入りした馬娘たちをレースで活躍させてあげましょう。デイリーレースではマニーやサポートポイントなどが獲得できます。1日に出走できる回数には限りがあるので、毎日忘れず出走しましょう。殿堂入り馬娘たちとチームを結成して挑戦するチーム競技場にもご案内いたしますね。ちょっと多いな、やることが。チーム競技場では他のトレーナーさんが育て上げた馬娘たちのチームと対戦ができます。まあここが本命だな。では早速トレーナーさんも先ほど育成した殿堂入り馬娘でチームを編成してみましょう。馬娘たちにはそれぞれ得意な距離や馬場があります。馬娘たちの適性に合わせてチーム編成を行うのがコツですよ。なおより良い殿堂入り馬娘を編成していくことでチームランクが上がります。強い馬娘を育てチームランクをどんどん上げていきましょう。トレーナーさんの腕の見せ所ですね。金かけたやつが勝つんじゃん。スカーレット行くわよ。今後もさまざまなレースが用意されると思いますので積極的に参加していきましょう。まあぼちぼちやっていく感じかな。育成した後はレースに参加、そしてレースで得た報酬で育成馬娘やサポートカードを強化していく。育成してレース出走の流れが強い馬娘を育てるための鍵です。しっかり覚えていてくださいね。ログインボーナスね。明日はこれがもらえるらしいわ。あんた風邪ひいてないでしょうね。ちゃんと予防しなさいよ。さあ、プレゼントをもらう。育成キャンペーン中。いやこれはいいか。ガチャいけるかな。1回無料、7500ある。ちょっとやるか。東海帝王、まあこれね最初はいいの出ないっていうかそもそもないんだろうけど、まあ引くまでやるわ。それはちゃんと、うん、今日はこれで終わりにしよう。お、2つある。よし、AM オペラ王、待ちかね福ピタ、桜爆心王、マーベラスサンデー、アイネス封じ、お、何 SR、 アグネスデジタル、スマートファルコン、ゴールドシチ、ウォッカ、 SR、 マンハッタンカフェ。でもう一回引くと、おやばいやつ来た、やばいやつ来た。来車はアイネス風神。じゃあもうこいつを育てるしかないな。飛行ペガサス、アグネスデジタル、サイレンス鈴鹿、何待ちかね福来たる、ピコーペガサス、メジロマックイーン、石アマゾン、マチカネフクイタル、3枚目。もう一回引く。全部やる。
これはパターンない、パターンないパターンだな。これ最後、最後だけ見よう。はい、来い。ナイスネイチャー。最初にやっぱりね、たくさん手に入れられるのいいね。SR1 個だけか。いや、最後 SR になる可能性ある。ないと。成田大使。もう一回いけるよね、もう一回。もう一回いけるね。よし、来い、SR。ない。SR むずいんだな。SR っていうか、SSR むずいんだ。かぁ。マハッタカフェ。マヤのトップガン。こんなパターンなんだ。名称ドト、名称ドトいいね。戻る。いや、もうしゃあない。 SSR のやつを育てます。1回無料。何これ、SSR 確定。飛行ペガサス。やばい、もう全部使っちゃった全部使っちゃったよ。1回限り。あー、でもまあいつかは弾けるか。うん。ということで、なんかまたきつくなってる。はあ、後で調整に出さないと。成長期ってのも考えものね。お、トレーニングか。よし、目指すか、将棋よ。あら、トレーナーさん、よくいらっしゃいましたね。歓迎。ここでは、ウマ娘の育成に関するさまざまな記録を名鑑に保管している。例えば、彼女たちと過ごした日常や共に励んだトレーニングの日々であったり、より多くの思い出を重ねることで名鑑のレベルも上がっていく。なお、レベルに応じた報酬も用意してあるので、存分に励むと良い。名鑑の管理は私が任されております。何かありましたら私に言ってくださいね。うむ、報酬も手綱に預けてあるので彼女から受け取ってほしい。私からは以上だぜひ素敵な思い出作りにチャレンジしてくださいね。素晴らしい名鑑が出来上がるのを私も楽しみに待っているぞ。はあ、はっはっはあ。おめでとうございます。名鑑レベルが上がりましたね。お、あら、今日はどんなご用ですか。こちらが歴代の評価点です。高みを目指し。トレーナーノート。あ、なるほどね。あー、やり込み要素すごいな。お、トレーニングか。よし、目指すか、将棋よ。よし、ということで、まあ一旦ここで終わりにしましょう。まあ、遊ぶかな。遊ぶよな。お茶葉も分けてくれるし、お役立ちグッズもくれるし。限定ミッション歓迎。改めて我がトレセン学園によくぞ来てくれた。さい、担当ウマ娘ともども
華々しい活躍を楽しみにしているぞ。そこで今後の指針として、私からトレーナーとして果たしてほしい課題、いわゆるミッションを課させてもらう。なおミッション達成の暁には褒美、私からの贈り物もあるぞ。ポケットマネーで用意したものなので、何とぞ手綱には内密に頼むぞ。精進、君と、そして何より君の担当ウマ娘のため励んでくれたまえ。達成、確認を忘れずにな。一括受け取り。はい、メインはこんな感じか。ホーム設定を変更しよう。プロフィールで誕生日を設定しよう。データ連携しよう。そうでもないな。やべえ、ウマ娘の1500ポイント一気に使いまくったんだけど、あれは良くなかったかもしれない。ちょびちょびやった方が良かったかもしれない。よし、夜はアロマを焚きたいんだけど、ウォッカがやめろって言うのよね。なんか落ち着かねーって。ショップ、いらっしゃいませ。どうぞごゆっくりご覧ください。引き換え券交換。あー、なるほど、交換、星付き。あー、とりあえずメジロマックイーン。勝利こそ我の定め、盾の栄誉を抜けていざ。引き換え券もう使えないの。くっそ、マジか。目的のものは手に入れた。タキオンさんって優しいわよね。美味しい茶葉も分けてくれるし。育成、ダイワスカーレット行くわよ。育成馬娘選択。メジロマックイーンですわ。メジロマックイーンは3か。まあこんな感じでいいか。やばくね。もういいや、やっちゃおう。ようわかんねえ、ようわかんねえ。力。
ええ、はい、あら、こんにちは。うんうん、天皇賞か。そうですわね。だけどね、ええ、行きますわよ。うん、うわ、うん、ありがとう。いただきます、うん、スキルポイントが。おはようございます。3年間が大事と。それでは一歩一歩コツコツと積み重ねていきたいものですわね。まあトレーニングでしょう。うん、とりあえずスピードでしょう。いやー、すげえ、ぬるぬる。新年の初開催に向け、わははは、周りからどう見えるかは常に意識してきたつもりです。ライブでもそれを生かしたいものですよね。トレーニング始めますわ。お願いいたします。やり遂げますわ。ええ、
ございません。どっちだ？え？お断りですわ。おお。そんな。わかりましたわ。まあこれはどう考えてもそうだろう。パワー行ってみようか。参りましょう。しゃあ。すごいなこれ。お願いいたします。なるほど。一歩一歩コツコツと
積み重ねていきたいものですわね。はい、それでは一旦ここで終わりにしましょう。続きはすぐ撮ります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。次回のウマ娘もよろしくお願いします。失礼します。